ここは人はいないはずだったのだが直前に探査した時はいなかったのですがお前たちは誰だあなたたちも薬草取りに来たのどこから来たんだそんなに怖がる必要は近づかないでないと言っても無理だな何なのよあなたたち変な格好して怪しいわ私の名はロニキス・ジェイ・ケニー何から説明するか艦長私が代わりに説明します私はイリア・シルベストリー先に断っておきますが私たちはあなたたちの敵ではないわよ先に断っておきますが私たちはあなたたちの敵ではないわよ本当こんな怪しい奴らが味方なわけないだろう俺たちは薬草を取りに来ただけなんですこの薬草では医師になる症状を止められないわあなたたちは一体少しは話を聞く気になった話だけならきっとすぐには信じられないと思うけど私たちは遠いところからあなたそれならなぜもっと早く来てくれなかったんですか私たちは未開惑星保護条約というもので発展途上の人々には接触を取らないと決めているの発展途上私たちは空の上から他の星から来たのよ今回のことも特例なの空の上他神様私たちは神様ではないわあなたたちと同じような人よ本当だある日私たちと敵対する勢力レゾニアが未開惑星保護条約を破ってこの土地に干渉したのそればかりかここに蔓延している伝染病の原因となった化学兵器を打ち込んでしまったそれじゃあそのレゾニアっていうやつらのせいでその通りそんな私たちはその伝染病の調査と治療のために訪れたそういうことで我々は君たちを助けに来たというわけだ君たちが想像もつかない方法でね。まだ信じられないけど、病気を治す。俺もあまり信じられないけど。私たちと一緒に来てワクチンを作ることができれば、この病気も治せるはずよ。ワクチン？特効薬みたい。さて、一つ言っておかなければいけないことがある。なぜですか？私たちに深く関わると、元の生活に戻すことができない決まりがあるんだ。未開惑星保護条約というものの今ならまだ私たちとの出会いも、ただの夢物語として済ませてしまえる。俺はこの人たちと行くぜ。ここにいても、どうせ石になっちまうだけなんだ。そんな、私には、お父さんやみんなと永遠に別れるか、どう？ミリー。俺たちもドーンと一緒に行こう。
ここに残っていても、悔しいけど俺たちには何もできない。クラトスのみんなと会えなくなるのは辛いけど、それ以上にみんなを助けたい。決まったみたいね。それじゃあ早速行くわよ。ここは…これが私たち…やっぱり神様？神様ではないわ。私たちはあなたたちよりちょっと進んでいるだけなの。あなた…では、早速メディカルセンターに彼を。床が動いている。さっきはドアが勝手に開いたし。すごい、見たことないものばかりだ。そういえば、君たちの名前をまだ聞いていなかったな。ラティクス・ファーレスです。ミリー・キリートです。ドン・マルト艦長、彼の症状が悪化しています。うん、急ごう。これは驚くのも無理はないけど、これが私たちの医療手段なの。ドクター、あとは頼んだ。はい。さて、君たちはここにいても仕方がない。せっかくだから。艦長、それは保護条約に違反します。今さらそれもないだろう。私はブリッジに行く。君が案内してやってくれ。あ、艦長。もう、
気をつけて、センサーに何か反応があるわ。見て、ベルボームよ。やっぱりメトークスさんで卵がついていたか。たちをメディカルセンターに連れて行ってくれ。私も行く。わかりました。今どこから聞こえたんですか？私たちはコミュニケーターというものを使って遠くにいる人といつでも話すことができる。とりあえずドクターが私たちを呼んでるみたいね。これの始末は頼んでおくから。治ったんですか？わからないわ。そうせかさないでくれよ。今からドターが話してくれる。調査の結果、病原菌は発見できました。その正体もですが、この病気を治療するのは現代の治療の医学では無理です。こんなすごい力あるんでしょ？ちゃんと調べたの？お嬢さん、非常に高度な医学力があるからこそ逆にはっきり無理だと分かる。この菌はものすごいスピードで自らを変化させていきます。これではどんなワクチンもすぐに効果がなくなってしまいます。一応方法がないわけでは。このウイルスの組成を見る限り、これは天然のウイルスです。ですから、最初に補菌していた生物、つまりホストを発見し、血液を入手すれば、免疫血清が作れます。助かる？いえ、助かるんですか？はい。でも、一家ほどで石化してしまうんですよ。そのホストを探す暇なんて。奇妙な話ですが、石化しても分子構造はそのまま保たれています。ですから、血清さえ手に
にかく元に戻せるっていうことよ。だが簡単な話ではないな。レゾニアが敵である我々にホスト。そうですね。しかし一番の疑問点はなぜその化学兵器を惑星ロックに使用したかですね。ロック、君たちの住む惑星につけた名前さ。イリアの言う通り、確かにローク人を石にしたところでレゾニアには何の利益もない。ドクター、ローク人の体の組成で地球人やその他の惑星の人間型生物と。そうですね。ない。血ね。そうです。血液の組成があらゆる面で地球人。わかりやすいところでは酸素を運ぶヘモグロビン。地球人は鉄ですが、ローク人は銅を基本に作られています。何が言いたいんだイリア。あくまで可能性ですが、ローク人を石にすることにより何か得られるのではないかと。それなら化学兵器をロークに落とした理由が説明できます。何かと。例えば未知の物質とか。まさか兵器か。可能性はあります。しかもレーダーにもつら。じゃあ武器を作るために私たちを殺しているのです。まだ決まったわけじゃないのよ。でもそれなら説明はつきます。とにかくもしそうならロークから石になった人が何人か消えているはずだ。それを探査しよう。私はブリッジに行く。ドクター、この血液が石化することによってできる物質から作られるもので、兵器になる。組み合わせは何万通りですよ。やるしかないのよ。俺が今の日常が退屈だなんて思ったからこうなったんだ。何言ってんの、関係あるわけないでしょ。でもそれより私にもっと力があれば。艦長はブリッジに来てほしそうだ。エレベーターで上に行けばいい。わかりました。お、来たか。話はイリアから聞いてくれ。石化した人の人数について以前に探査した時と数を比較したら20万人ぐらい減っているわ。我々に見つからないようにどうやって持っていったのかしら。じゃあやっぱまだ兵器と決まったわけじゃないわ。だが奴らが平和利用するとはとても思えんがな。いや、すまなかった。ところで、我々はこれから地球に向かうことに。外交官を通して、なんとかレゾニアにホストを渡してもらうつもりだ。まあ、法外な要求をさ、君たちにも報告のため、同行してもらいたい。艦長、ドン君の容態は。すぐに行く。重要な機関が石化し始めました。危篤状態です。ドン、ドニキルさん、お願いがあります。なんだね。せめて最後は家で。最後だなんて、君は少しの間。でも血清が手に入らなかったら。うん、お願いし。
わかった。転送の準備。はい。私たちもドーンと一緒に。君たちは必ず戻ってきますから。わかった。その間ありがとうございます。ドクター、ドーン君は寸分の狂いなくベッドの上に転送させるんだ。わかりました。イリア、頼んだぞ。はい、カン。実は最後に渡したいものがあったんだ。何言ってるの。少しの間眠るだ。そこの棚の上にあるオルゴ。それをミリーにやるよ。これは妹さんの。私もらってくれ。それは大丈夫。必ず俺が助けてやる。辛いと思うけど行きましょう。はい。これから地球という惑星に向かう。部屋は用意したのでそこで休むといい。はい。セクターシータのポイント001マーク2。ミリー見て。綺麗。星の海みたいね。これから我々は周回軌道に入り、中連邦本部。何か迫ってきます。何？あれはどこに？何を言ってるの？なんだ、いきなり現れたぞ。空間転移か。違うようです。事前に重力子を発見できませんでした。だから何か来るって。そういえばラディたちには見えてたの？不可思議物質。あの艦か。艦長、突如出現した未確認航宙艦から通信が入っています。聞かせろ。我々はレゾニアより施設として訪れた。我々に戦闘の意思はない。それではレゾニアは我々と休戦協定を結びたいと申されるのだな。はい。地球との戦いは我々としても本意ではなかったのです。レゾニアの陰に第三勢力の存在があるというのは本当だったのだな。第三勢力。はい。それは脅迫でした。高度な文明を持っているようで、半年前の惑星伊勢の爆破も彼らの手によるものなのです。目的は分かりません。ですが我々にウイルスや新素材の技術を提供したのは。なるほど。話は大体分かった。惑星ロークに投下した細菌兵器、つまり例のウイルスのワクチンか、ホストをこちらに引き渡してもらいたいのだが。
それは無理です。一応ウイルスの出所は300年前の惑星ロークにいたアスモデウスという生物だと分かっているのですが。アスモデウス？はるか昔、魔界大戦で倒された魔王じゃないか。伝説で残っているような存在か。もうこの世にはワクチンもホストも存在しないのです。ですが惑星ロークは残念ですが。そんな。仕方あるまい。救済策がないと分かった以上、惑星ロークは封鎖せねばならんか。なんだと？俺たちの星を見捨てるっていう。ラティ、落ち着いくしょう。みんなを助けるためにここまで来たのに。私たち、一体これからどうすればいいんだ。まさか、ウイルスを300年前のロークから入手して保存していたなんて。これではホストの入手は不可能。連邦はロークの封鎖を決定したわ。あなたたちも本当に不可能ではないな。ただ極端に可能性が低いだけだろう。まさか惑星ストリームに向かうというのですか。何を言い出すかと思ったら、それは無茶です。艦に乗り込むのは私が何とかしよう。ですが、まだ方法はあるんですか。方法っていうか、確かに惑星ストリームのタイムゲートを使えば何とかなるかもしれないけど、しかし艦長、それはとにかくお願いします。教えて。艦長、発艦命令は来ておりませんが。話は私が聞いて。ああ大丈夫です。艦長、すぐに発艦できます。よし、昇降ハッチを閉鎖しろ。二人で大丈夫なんですか。ああ、コンピューターがあるから。コンピューター。説明が難しいが、人間には難しい部分を。さて、発艦するか。でも、惑星ストリームだなんて間違いなく軍法買い物ですよ。いたすれば、一生強制労働だな。だが、もう後には引けん。艦長のような上官を持って私は不幸ですわ。ごめんなさい。あなたが謝らなくてもいいのよ。不幸だとは言ってみても、私は艦長についていきます。だから艦長は私を正しい方向に導いてくださいね。うん、うん。ところで、惑星ストリームって一体何なんですか。地球やロークのようにストリームという名前のついた星のことよ。我々が以前、新宇宙探査を行っている。
惑星ストリームは私たち地球人が宇宙に出るよりも以前に超高度な文明を持っていたと言われているわ。でも実…そこにタイムなんとかがあるんでさ。タイムゲートだ。これを使って過去のローク行く。過去に？そうか。過去に行けばアスモデウスの血を手に入れることができる。それで石化病の薬が作れるんですね。まあ、簡単に言えばな。でも、タイムゲートの仕組みも私たちにはまだか…まもなく、惑星ストリームの軌道上にと…うん。行けるもん。タイムゲートの守護神…レゾニアの密使によれば、謎第三勢力とやらは、ロークでウイルス。今から数えれば、何百年も前の話ですよね。そうだ。我々が考えるよりも、はるかに文明の進んだ連中に違いない。そいつらが、ロークを訪れる前に、我々は時間転移し、ホストの体の一部を採取する。ただし、門が私たちを受け入れてくれたらの話だけどね。タイムゲートの守護者よ、私たちの願いを聞いてほしい。どうか私たちを。私はゲートを守護する者。あなた方の申請は許可された。タペのゲートを開く。やったぞ。武器や通信機は全て置いていくんだ。落ち込もうとするとゲートに弾かれてしまうぞ。私たちは少なくとも間違いを犯しているわけではないと考えていいのかもしれないわね。よし、飛ばんぞ。どう、待ってろ。必ず助けてやるからな。よし。大丈夫ですか？ゲートは？いけない。イリアさん。みんな、はあ、見当たりませんね。多分。そうね。でも私が転んだせいで。ちょうどいい場所に出たみたいですね。まずこの。やだ。よく考えたら私この過去。確かに、思いっきり…ちょっと、ここで待っててくれます？
ごめんなさいね。今頃艦長も困ってるかもしれない。イリエさん、服持ってきましたよ。はい、ありがとう。覗いちゃダメよ。せっかく見つけてくれたけど、ブカブカで胸元まで見えそう。え？だって仕方ないじゃない、着替えられないんですもん。さあ急いで旅支度をして艦長だし。っていうか、少しは歯応えがありそうね。はっ！やっ！やっ！やっ！はっ！うわっ！うわっ！や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 っ！うわっ！うわっ！もっと歯応えが欲しいな。300年前のロークでも手紙はあるのかしら。俺たちの世界では伝書鳩での手紙の受け渡しが一般的だったけど。それは別の動物でも。ええ、あ、
が昔猫に手紙を運ばせようとしたっけ。で、どうなったの？無理無理、手紙もなくなっちゃうし、猫もしばらく帰ってきません。あら、でもそういう伝承猫。どうした？誰かこの麗しいミリーちゃんが噂してる。まあ、いっか。それよりも早く待ち。お、ミリーは紋章術があるが、私は丸腰だからな。武器と私がかっこいいの選んであげますから。わ、もう少し楽しませてちょうだい。はい、やっ、やった、はい、クリア、やった、やっ、クリア、はい、やっ、やっ、やっ、早すぎるな。楽しませてちょうだい。そうすればきっと。そうですね。そんなのいるか、ふざけんな。
マダム、ポートミスまでの使いを探してるんだって。ああ、ポートミスの武器屋から荷物を運んでほしいんだが、頼めそうな奴がいなくてね。最近はメトークスさんも物騒だからな。まあ強そうな奴を見かけたら来いよ。いらっしゃい。いらっしゃい。そうか。いらっしゃい。ポートミスまでのスカイを探してるって聞いたんだけど。ああ。ポートミスの武器屋から運んでほしい荷物があるんだ。もちろん報酬は支払うし、ポートミスへの通行証もつける。悪い話じゃない。ポートミスってここから北にある町だよ。通行証が必要なの？あんたら何も知らないんだな。通行証がなきゃ町に入れないね。俺たちがその仕事を引き、気持ちは嬉しいんだが、それなりの分。仕方ないわ。出直しましょう。
らっしゃい。この件はどうだ。東方随一の梶城さん。立派な剣じゃない。買ったらティ。確かに条件くらいないと。半額の20フォルだ。それじゃ。毎度。どけどけ。ちょっと待てよ。今度は何も知らねえ投資に売りつけようってのか。またお前か。商売の邪魔だ。うるせえ。お前も冒険者なんだろ。こんなもん長いもんに決まってんだろ。東方の名剣っていやもっとこう。まあとにかくそういうことだ。こんな腐った武器屋に舐められてんじゃねえぞ。豪快な人ね。あんたたちか。悪いが仕事はあの人にやってもらうことになったんだ。え？そんな。おお、さっきこん。なんだ、先役がいたのか。だったら俺の出る幕じゃねえだろう。いやー、頼りなかったもんでつい。だってとても弱そうなんですよ。わかった。俺がこいつに予備の剣を貸す。それでいいだろ。ちょっとちょっと、あんたもついてってくれ。それならいい。この人たちだけじゃ不安だ。うん、いいだろ。ということだ。あんたらもポートミスに行き。すいません。お互い様さ。俺はシウス・ウォーレン。よろしくな。俺はラティックス・ファーレンス。おっと、堅苦しいのはやめてくれ。俺は…それじゃあ、ラティと呼んでくれ。私はイーアン・シルベストリー。私も呼び捨てでいいわ。それじゃあ、これが通行書と前金だ。Thank you.
少しは歯ごたえがありそうね。さっさと行こうぜ。敵のお出ましだ。もう少し楽しませてちょうだい。少しは歯ごたえがありそうね。早すぎるな。やった。敵のお出ましだで。これなら待ってるね。そうか、人探しとはまた厄介だな。ええ。そういうシウスは何か目的が。剣の腕を磨くためさ。あら、十分強いじゃない。世の中は広い。少し楽しませてちょうだい。グレッケン、はい、これなら待ってるね。のお出ましだ。もう少し楽しませてちょうだい。はい、勝利よ。はい、本気出してんのか。敵のお出ましだぜ。はい、はっ、
手加減しても勝てるぜ。やる気あるのかよ。手加減しても勝てるぜ。なんだお前たちは。通行証を持っていない奴は通すわけにはいかない。俺たちちゃんと通行証を持っています。確かに。失礼した。このところ魔物。はい。アダルさんが言ってた武器屋ってどこにあるのか。俺はこの町はよく知らねえ。なら探そうか。そうね。
何かあったんですか？参ったぜ。ベルカントの連中がこの辺りの海に現れ。ベル…南方の未開拓地に住む蛮族のことだ。知らねえのか？じゃあ、アストラル行きの船は…出られるわけないだろう。今出航したら、たちまち蛮族でもない。おい、そういえばバダムに頼まれた仕事…正直めんどくさいというか、あの人か受けた仕事をすっぽかしてるのか。なら俺だけで行ってくるぜ。ここでお別れだな。どうした？じゃあ先に。バダムに頼まれたんだが。おお、あんたらが引き受けてくれたんだ。じゃあこの…こんなにでけえの持っていくのかよ。しっかり頼むぞ。任すときな。Thank you.
邪魔ね。来るぞ。はい。本気出してんのか。気楽に行こうね。トー、はい。キラッ、トー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 。手加減しと勝てるぜ。言うかしら。敵か。じゃあ。これなら待ってるよね。敵のお出ましだ。もう少し楽しませてちょうだい。で、グレンゲン。で、は。ハッ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 ハやる気あるのかよ。もっと歯応えが欲しいな。Thank you.
くぜ。やる気あるのかよ。もっと歯応えが欲しいな。敵のお出ましだぜ。手加減しても勝てるぜ。やる気あるのかよ。と、と、はっはっは。これなら出してんのか。